けを守る。それが会津藩の存在意義である。幕末の会津で女戦士として名を馳せたこの女性、今年の大河ドラマ八重の桜の主人公新島八重です。この八重の教えを受け共に戦った少年たちがいたことをご存知でしょうか。それが白虎隊。今日は10